こんにちは、のりこです。今日はデスクワーク疲れに効く首や肩のこりをほぐすヨガストレッチのレッスンをしたいと思います。お仕事終わりやお家でのリラックスタイプにおすすめです。それでは早速始めていきましょう。それではおへそを中心にして体の中心軸にかかとを前後に並べます。内くるぶしが上に向くようにして、どちらの足が前でも構いません。ではかかとを一つ体に引き寄せます。上体を前に倒してお尻のお肉を外に出します。骨盤を安定させて息を吸いながら上体を上に引き上げます。吐きながら肩の力を抜きます。それでは両手は楽なところに体の前に下ろしておきます。それでは鼻から息を吸って、吐きながらゆっくり頭を左に傾けます。首の右横を心地よく伸ばしていきましょう。両肩はリラックスです。それでは息を吸いながらゆっくり頭を起こして、吐きながら反対です。頭をゆっくりと右に倒します。首の左横を心地よく伸ばします。それでは息を吸いながらゆっくり頭を起こして、吐きながら今度は頭を前に倒します。では息を吸いながらゆっくり頭を起こして、今度は吐きながら手で少し足を押して頭を後ろに倒します。喉が気持ちよく伸びていきます。それでは息を吸いながらゆっくりとお顔正面です。それでは両手を体の横に下ろします。息を吸いながら右手だけ天井に伸ばして、吐きながらゆっくり体を左に傾けます。お顔は首がきつくないところに楽に向けておきます。斜め上でも正面でも床でも構いません。右の尻が床から浮かないようにお尻を安定させたまま、腰から体側を伸ばして肩はリラックスです。次の吸い気でゆっくり上体を起こして、吐いて右手を下ろします。では反対です。息を吸いながら左手を天井に伸ばして、吐きながらゆっくり体を右に傾けます。お顔は首がきつくないところに楽に向けておきます。左のお尻を安定させて、腰から体側を気持ちよく伸ばしていきましょう。それでは次の吸い気でゆっくりと上体を起こして、吐きながら下ろします。それでは両手をお膝の少し前に手のひらをつきます。では背中の筋肉を半分ずつ左右交互に伸ばしていきます。それではまず右からです。息を吸いながら右手を天井に伸ばして、そのまま斜め左方向にまっすぐ腕を伸ばしていきます。右のお尻をしっかりと床に安定させたまま、背中右半分を伸ばすように大きく腕を斜め左に伸ばしていきます。それでは息を吐きながら右手を下ろして、元の位置に手のひらをつけます。それでは反対です。息を吸いながら左手を持ち上げて、吐きながらそのまま斜め前右に伸ばしていきましょう。
今度は背中左半分が気持ちよく伸びていきます。それでは次の吐く息で左手を下ろして上体を起こします。それでは手首のストレッチです。手のひらを上に向けて両手の甲を床につきます。指先は向かい同士にしておきましょう。では少し余裕があれば体重を上からかけて、さらに手首を心地よく伸ばしていきます。今息を吸いながら少し上体を持ち上げて、手のひらを床につけて指先は正面です。一度息を吸って背骨まっすぐ、胸を開いて一度前を見ます。吐きながら手を前にゆっくり歩かせて、そのまま額が床につきそうであれば額を下ろします。額を床につけなくてもお尻を下げて、肩と指先を遠くに伸ばして、腰とお尻の筋肉を気持ちよく伸ばしていきます。それでは息を吸いながら手を手前手前に引き寄せて、頭が最後になるようにゆっくりと起き上がります。起き上がってきたら続いて四つん這いになります。肩の真下に手首が来るようにして、足の幅は骨盤幅程度に開いておきます。両足の方は床につけておきましょう。それでは肩をほぐしていきます。まず息を吸いながら右手を天井に伸ばして、目線は右手の指先を見ます。右の胸と脇を気持ちよく伸ばして、深い呼吸を繰り返します。それでは次の吐く息でゆっくりと右手を下ろしながら、手のひらを上に向けて、そのまま左手首の下を通ります。右肩とこめかみを床につけて、お尻の位置は四つん這いの時と同じ高さキープです。上半身はリラックスです。それでは次の吸い息で左手を天井に伸ばします。次の吐く息で手のひらを後ろに向けて、そのまま背中の後ろに下ろします。手の甲を背中に当てるか、右太もも付け根のあたりに触れておきましょう。首横もリラックスして、上半身の体重を右肩にすべて乗せるようにして呼吸を繰り返します。それでは次の吸い息で左手を天井に伸ばします。吐きながら手のひらを下ろして、手のひらを床につけて、息を吸いながら手のひらで床を押して上体を起こします。それでは反対です。次の吸い息で今度は左手を天井に伸ばして、目線は左手の指先です。左の胸と脇を気持ちよく開いて、肩甲骨と肩甲骨の間は真ん中に寄せておきます。それでは次の吐く息でゆっくりと左手を下ろしながら、手のひらを上に向けて、そのまま右手首の下を通ります。左肩とこめかみを床につけて、お尻の位置は四つん這いの時と同じ高さキープです。それでは息を吸いながら右手を天井に伸ばします。吐きながら手のひらを後ろに向けて、そのまま背中の後ろに下ろします。手の甲を背中に当てるか、左太もも付け根のあたりに触れておきましょう。息を吐きながら上半身リラックスです。
次の吸い息で右手を天井に伸ばします。吐きながら手のひらを下ろして床に下ろします。息を吸いながら手のひらで床を押して四つん這いに戻ります。四つん這いに戻ったら鼻から息を吸って、吐きながらお尻をかかとに重く下ろして、手を前に伸ばして額をつけてチャイルドポーズでお休みです。両手のひらの力をふわーっと抜いて、背中腰をしっかりと緩めます。それではお顔の真横に手のひらをつけます。息を吸いながら手のひらで床を押して、頭が最後になるようにゆっくりと起き上がります。はい、起き上がってきたらうつ伏せになります。自体重を使って胸と脇を伸ばしていきたいと思います。それではうつ伏せになりましたら、右手を斜め上に伸ばして、手のひらは床、そして左手のひらをお顔の横につけて、右のほっぺたを床につけます。ではまず右の胸と脇から伸ばしていきましょう。次の吸い息で両足両膝を曲げます。吐きながらそのまま両足を右方向に傾けていきましょう。両足は床から浮いていても床に下ろしても構いませんし、両足は揃っていても揃っていなくても大丈夫です。上半身が左に回転して、その力をうまく利用して右の胸と脇を床に近づけながら伸ばしていきます。場所が安定しましたら深い呼吸を繰り返してキープです。肩を気持ちよく外に開いていきましょう。それでは息を吸いながら両足を真ん中に戻します。まだお膝は軽く曲げたままにしておきます。では手を入れ替えて反対です。右手のひらをお顔の横に、左手を斜め上に伸ばして、手のひらは床、そして左のほっぺたを床につけて、お顔は右に向けます。では鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりと両足を左に倒していきます。心地よいところで動きを止めて、そのままキープです。息を吸いながらゆっくりと両足を真ん中に戻して、吐きながら両足を伸ばして下ろします。左手を体に引き寄せて、そのままゴロンと仰向けになります。仰向けになりましたら両膝を軽く曲げて、そのまま両手で大きく抱きかかえます。息を吐きながら太ももとお腹を近づけて、ガス抜きのポーズです。それでは背中と腰を床でマッサージしていきます。その状態のまま左右にゴローンゴローンと揺れて、背中腰を床でマッサージしていきます。ゆっくりと真ん中で動きを止めます。
では続いて背骨や背中を縦にマッサージです。両手を今度は太ももの後ろに持っていきます。それでは足で勢いをつけながら体を前後に揺らしていきましょう。それでは最後の勢いでそのまま起き上がります。では起き上がってきたらまた初めと同じ体の中心にかかとを揃える座り方で座ります。それでは両手を体の横に下ろして手のひらを正面に向けておきます。それでは鼻から息を吸って胸を開きます。吐きながらそのまま肩甲骨と肩甲骨の間を中央に寄せて背中を縮めるようにしていきます。そして両肩をしっかりと外に開いていきましょう。そのまま深い呼吸を繰り返します。それでは次の吸気でふわっと肩を自然なところに戻して手のひらを床につけます。息を吸いながら肩と耳を近づけます。少し肩緊張させていきましょう。口から息をはーっと吐いて下ろします。はい、それでは左足だけ前に伸ばして右のお膝を立てます。それでは右の足の裏を左足の外側につきます。そして左のお膝を曲げてかかとを右のお尻の横に持ってきて両方のお尻をしっかりと安定させます。それでは右足の小指側を床につけます。床につけなくてもそのまま自然なところに置いておいても大丈夫です。痛くなければ小指側を床につけます。それでは両手を体の横に下ろします。息を吸いながら左手を天井に伸ばして吐きながらそのまま体を右に倒します。お顔ができれば斜め上天井を見上げておきましょう。胸を心地よく開くためです。左の腰から体側の心地よい伸びをまず味わっていきます。この状態のまま息を吸いながら一度左手を天井に戻して吐きながら手のひらを後ろに向けてそのまま背中の後ろに下ろします。そして手の甲を背中に当ててそのまま胸を開いて天井を見上げたまま呼吸を繰り返します。次の吸気でゆっくりと上体を起こして吐いて両手を下ろします。では続いて反対で同じ動作を行います。右足を前に伸ばして左の膝を立てます。左の足の裏を右足の外側の床について右のお膝を曲げてかかとを左のお尻の横に持っていきます。まずは両方のお尻を安定させます。痛くなければ左足の小指側を床につけます。では両手を体の横に下ろします。息を吸いながら右手を天井に伸ばして吐きながらそのまま体を左に倒します。首がきつくなければ天井を見上げて胸を開いて深い呼吸を繰り返します。
その状態のまま息を吸いながら一度右手を天井に伸ばして、吐きながら手のひらを後ろに向けて、そのまま背中の後ろに下ろします。手の甲を背中に当てて、そのまま肩と胸を開いたまま天井を見て、深い呼吸を繰り返します。次の吸い気でゆっくり上体を起こして、吐いて両手を下ろします。次には左の足の裏を床につけて、左のお膝に両手を置きます。では鼻から息を吸って、吐きながら背中を少し丸めて緩めながら頭を前に倒して、首の後ろリラックス、そのまま深い呼吸を繰り返します。息を吸いながらゆっくりと背骨をまっすぐに戻しながら、お顔を正面です。次はまた体の中心にかかとを揃える楽な座り方で座ります。それでは続いて体をねじりながら首の側面を伸ばすストレッチを行いたいと思います。それではまず左手を右のお膝に、右手をお尻の後ろに指先を置きます。それでは息を吸って、背骨を一度まっすぐ伸ばします。吐きながらゆっくりと上体を右にねじりながら、お顔は後ろです。そのまま体を気持ちよくねじって、深い呼吸を繰り返します。鼻から息を吸って、吐きながらお顔だけ真横左に向けていきましょう。右の首側面を広く保って伸ばしていきます。息を吸いながらゆっくりと上体、お顔正面です。では反対です。右手を左の膝に、左手をお尻の後ろです。一度息を吸って、吐きながらゆっくりと体を左にねじります。目線は後ろです。この状態のまま鼻から息を吸って、吐きながらゆっくりお顔だけ真横を右に向けていきます。首の左側面を気持ちよく伸ばしていきましょう。次の吸い気でゆっくりと上体、お顔を正面に戻します。それでは最後に、ここの、目のちょうど上のあたり、眉毛のちょうど下のあたりにポコッとへこんだところがあります。ここを刺激して眼精疲労をとっていきたいと思います。ではまず両手を楽に体の横に下ろします。息を吸いながら両手を大きく広げながら、頭の上で合掌です。吐きながらゆっくりと眉間のところまで親指を下ろしていきましょう。それでは親指を先ほどお伝えした目のちょっと上、眉毛の下のポコッとへこんだところに親指を当てます。そのまま頭を前に倒して、頭の重みを使いながらその部分を親指で刺激していきます。目の疲れを取っていきましょう。
首の後ろはリラックスです。では息を吸いながらお顔を正面、吐きながら一度両手を下ろします。それでは息を吸いながらもう一度両手を大きく広げて頭の上で合掌です。吐きながらそのまま両手を胸の中心まで下ろします。親指を胸の中心に押し当ててゆっくり目を閉じて呼吸を整えます。それでは本日のレッスンは以上です。一日の終わりに少しストレッチをして翌日に疲れやコリを残さないようにしておきましょう。それでは今日もありがとうございました。